皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は第6学年分数の割り算7時間目計算の工夫2の内容です。教科書118ページを開けてください。今日の問題です。次の計算の仕方を考えましょう。筆算で計算できそうなので一時停止をしてやってみましょう。丸1は割り切れますが、数が大きくなり計算が大変ですね。丸には割り切れないので、正確に答えを求めることができませんね。前の時間、小数と分数の混じった計算は、小数を分数に直して計算しましたね。ここでも分数を使って工夫して計算します。次の2人の考えを一時停止して、工夫して計算しているところを考えましょう。丸一の考えは、割る18を逆数にしてかけていますね。こうすると、すべて分数の掛け算になり、途中で約分が使えて計算が簡単です。答えは64です。次の丸二の考えは、すべて分数にして掛け算の式にしていますね。こうすると、やはり途中で約分が使えて計算が簡単ですね。答えは3分の4です。これまでに学習した掛け算や割り算は、分数の掛け算として計算することができます。次に、鉛筆問題の2です。一時停止をして解いてみましょう。丸一はすべて分数にしてから掛け算の式にしています。途中で約分すると計算が簡単になりますね。丸二は小数をすべて分数にしてから掛け算の式にしています。これも途中で約分すると計算が簡単になりますね。丸三も小数をすべて分数にしてから掛け算の式にしています。これも途中で約分すると計算が簡単になりますね。今日の学習を振り返ってみましょう。新しく分かったこと、便利だな、すごいなと思ったこと、次に考えてみたいなと思ったこと、ノートに書いてみましょう。